バーリントンはアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部アラマンス郡の都市である。2010年国勢調査での人口は49,963人であり、州内では第17位だった。アラマンス郡全郡で構成されるバーリントン大都市圏の主要都市であり、資料域の大半がアラマンス郡に入っている。さらにピードモントトラヤドと呼ばれる。 グリーンズボロウィンストンセーラムハイポイント広域都市圏に属している。大都市圏人口は2010年時点で約15万人超だった。アラマンス軍は1849年にオレンジ軍が分割されて設立された。初期の開拓者にはクエーカー教徒の集団がおり、その多くがスノーキャンプ地域で活動していた。他に ドイツ系農民やスコットランド系アイルランド人の移民がいた。1850年代にノースカロライナ鉄道を建設し、その線路を修繕、維持するために土地を確保する必要性があったことがバーリントンの街を作る契機になった。鉄道会社は現在のグラハム市のやや西にある土地を選定した。1856年1月29日、 ノースカロライナ鉄道の線路の最後の締め付け部に犬釘を打ち込み、鉄道によってゴールズボロイチとシャーロット市が結ばれた。翌日、新線を最初の機関車が通過した。アラマンス軍に蒸気機関車が到着した時、地元では世界の8番目の不思議と言われた。カンパニーショップス鉄道駅鉄道はこの歴史的な開通から間もなく修繕工場の必要性が 現実のものになった。新鮮に沿ったアラマンス軍の位置づけからその工場の場所として論理的な選定場所になった。工場をどこに作るかいくらか議論が行われた後で、進歩的なアラマンス軍の製造業経営者、ベンジャミン・トロリンジャー将軍がその問題に決着を与える提案をした。トロリンジャー将軍はグラハムのすぐ北西にある土地を所有しており、 それに隣接する土地を所有する著名市民を説得して合同で鉄道会社に土地を売ろうというものだった。1859年までに工場の建設が始まっていた。人よとでも見える間に町が生まれた。教会、銀行、ホテル、レストランが出現した。当初の町はカンパニーショップスと呼ばれ、鉄道の本社の位置にも選ばれた。工場が完成した時までに、 村は27の建物があるまでに成長していた。白人37人、黒人奴隷20人と自由黒人2人がその工場と関係部署に雇用された。町の区画販売が間もなく始まったが、その売れ行きは南北戦争が終わるまでゆるりとしたものだった。1864年までにカンパニーショップの人口は約300人を数えた。 この工場は25年間創業を続けた後、地域の鉄道施設の大半と共に閉鎖された。1886年、ノースカロライナ鉄道会社は、その操作基盤をノースカロライナ州スペンサーに移した。カンパニーショップの鉄道事務所と工場が閉鎖された。鉄道の工場が創業を止めてみると、カンパニーショップの住民は名称を変更する、必要性を感じた。 カンパニーショップスは1893年2月14日にバーリントンとして生まれ変わった。バーリントン氏が法人化され、衆議会から検証が発行された。20世紀への変わり目ごろ、工業時代が始まり、アラマンス軍は国内の工業化の進展に大きな貢献を果たした。トロリンジャー将軍と EM ホルトが、ホーカワとグレートアラマンスクリーク沿いに、 小さな繊維工場を設立した。1908年 E.M. ホルトが南部で最初の綿製品工場を建設した。アラマンス軍ではただ一つの工場から30の綿製品工場と10内市15の製紙工場を創業するまでに成長し1万5000人を雇用するようになった。E.M. ホルトの初期繊維事業はバーリントインダストリーズとして 世界中に知られるようになり、現在は近くのグリーンズボロに本社を置いている。この時代を通じて、バーリントンは、学校、教会、新聞社、電報局、電話線、道路、路面電車のある繁栄する活発な小都市となっていた。それらすべてが、当時の現代的進歩の最新性を保っていた。 繊維産業は1970年代に入るまで地元経済の中心であり続けたが、バーリントン市民は一つの産業のみでは生き残れないことを知っていた。第二次世界大戦に関わったことで土地の経済に重要な変化をもたらした。1942年、連邦政府が試験用航空機製造のためにフェアチャイルドエアクラフト、 コーポレーション用土地22エーカーを購入し対応した。そこで2年間製造が行われた後、陸軍のタンク再建計画のために、ファイアストンタイヤ会社に土地が対応された。終戦とともに、連邦政府はその土地を放置せず、政府との契約事業のために利用を続けることにした。この判断によって、ウェスタンエレクトリックが町に移ってきて、 国内から新しい雇用主も連れてきた。その契約から冷戦時代に出現した防衛産業の製造都市圏に参加することになった。しかし、それから40年後の1991年、ウェスタンエレクトリックが閉鎖され、バーリントンの歴史の一つの時代が終わった。バーリントンはこの一世紀半にわたる経済の変化を経て成長し、適応し、繁栄してきた。 当初はカンパニーショップスの商業中心であり、中心街は現在も金融、政府、拡張された図書館、小型店舗、食堂と修復された劇場がある街の中心として機能している。中心街は主要な雇用中心としての位置づけにも戻ってきており、世界最大級の生物医学試験会社である、ラボラトリーコーポレーションオブアメリカがあり、 バーリントン市とアラマンス郡では最大の雇用種となっている。バーリントン市にあるアメリカ合衆国国家、歴史登録財としては次のものがある。アラマンスホテル、アレンテー、アトランティック新宅銀行社ビル、ビバリーヒルズ歴史地区、バーリントン中心街歴史地区、イーストデービス通り歴史地区、エファードビル、第一バプテスト教会、 1> 第1クリスチャン・チャーチ・オブ・バーリントン、ポリー・ホグルマン・邸、ホルト・フロスト・邸、ホーナー・邸宅群レイクサイド・ミルズ・歴史地区、マック・レイ学校、ベナジェリー、カルーセル、ムーア・ホルト・ホワイト・ハウス、サウス・ブロード・イースト・5番通り、歴史地区、サザン・鉄道・旅客駅、セント・アサナシアス・エピスコパル協会と教区民会館と、ホリー・コンフォーター協会、スタック・邸、サニーサイド、 アメリカ合衆国バーリントン郵便局、ウェストデイビス通りファウンテンプレイス歴史地区、ウィンザーコットンミルズ事務所である。バーリントンは、北緯36度5分23秒、整形79度26分44秒、北緯36.08972度、整形79.44556度、36.08972-79.44556に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は25.4平方マイルであり、このうち陸地25.2平方マイル、水域は0.19平方マイルで、水域率は0.82%である。バーリントン地域の気候は、比較的高い気温と、年間を通じて均一にある、降水量が特徴である。の気候区分では、温暖湿潤気候であり、略号は、 CF である。シーダロック滝バーリントンで見られる公園は、ジョーダビドソン公園、シーダロック公園、バーリントン市営公園など様々なものがある。これらの公園を訪れば、野球場、バスケットボールコート、サッカー場、遊戯場、ディスクゴルフ場、テニスコートなど様々な活動の施設がある。アラマンス軍レクリエーションと、 公演委員会は7人の市民ボランティアとアラマンス、バーリントン教育委員会及びアラマンス軍コミッショナー委員会の各代表1人で構成されている。アラマンス軍デクリエーションと公演部は訪問者を感動させる公演、歩道、プログラムを用意し、あらゆる参加者を歓迎するがその任務に関する声明である。アラマンス軍には放課はトレールやマウンテンズ・トシートレールがある。 次の場所でこれらのトレイルに接続されている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。地元の教育体系はアラマンス・バーリントン教育体系と呼ばれ、1996年にアラマンス軍教育体系とバーリントンし、教育体系の合併で創設された。公立学校は以下のものがある。私立学校には以下のものがある。 夏季はチャータースクールである。アムトラックのカロライニアン号とピードモント号がバーリントンとニューヨーク、フィラデルフィア、ボルチモア、ワシントン DC、リッチモンド、ローリーを及びシャーロットとを繋いでいる。市内北メインストリート101にアムトラックの駅がある。グリーンズボロにあるピードモントトライアド国際空港とモリスビルにあるローリーダーラム国際空港は どちらも車でわずかな時間で行くことができる。ノースカロライナ州のこれら二つの主要空港から、ほぼ中央にバーリントンが位置している。バーリントンは公共のバス運行体系がない。しかし、アラマンス運行通局の運行するものを利用できる。近くにあるエロン大学から、バイオバスを利用できる。バーリントンロイヤルズは、メジャーリーグベースボールのカンザスシティロイヤルズ参加で、 ルーキーレベルのチームである。2007年からバーリントンで試合を行っている。球場はバーリントンアスレティックスタジアムである。2007年以前はバーリントンインディアンスと呼ばれ、1985年からクリーブランドインディアンスの参加だった。ハフマンミル道路とチャーチ通りの交差点に、市内では唯一の屋内型、モール、ホリーミルモールがある。屋外型では、 アラマンスクロッシングが、週刊高速道路40号線、85号線と、ユニバーシティドライブの交差点に2007年にオープンした。週刊高速道路40号線、85号線の出口145番近くには、ノースカロライナ州でもオリジナルなアウトレットモールである、バーリントンアウトレットビレッジがある。バーリントンは、ノースカロライナ州でも一人当たりのレストランが多い。 ことで知られている。2011年、レストラン成長指数が167となり国内、第29位となった。市内全体で322件のレストランがあり、人気のある店としては、ザックスホットドッグズ、ラフィエスタ、ブルーリボンディナー、スキッツマイコノスグリルがある。バーリントンは、国際姉妹都市協会が指定する2つの姉妹都市関係がある。ありがとうございます。